バンプレストラジオ日常一番くじスペシャル、はあ、お鍋コタコタ今日の晩ご飯カレーライス毎日ハッピーだって歌うへこむ寝る叫ぶ困る今日も平和で、はい、みんなスラマッパギー愛用横役の本田真理子です。はい、みなさんスラマッパギー、ちょっと出だしが違う間違っちゃいました。シノノメナノ役の古谷静香です。はい、ということで、あいおいさん、うん、いきなりですけれども、はい、最近いかがお過ごしでしょうか。最近、はい、いかがお過ごしでしょうか。今聞いてましたかね。はい、私が聞いたんですけれども、はいはいはい、それを、まるっと返してみました。いや、ね、はい、最近2人でもね、はい、行ったね。そうですね、群馬に。そう、群馬に行ってきました。ちょっと前にね、日常の番組がありまして、うんうん、石前館さんってところで、うん、はい、お風呂に入ってきましたね。来ましたね。そこでね、うん、高校とか行ったじゃないですか。そう、時定め高校のモデルとなった、うん、伊勢崎商業学校。工学校。もう神様を降ってきてる。伊勢崎商業高校。学校。正解。はい。はい、さんにね、お邪魔してきましたよね。制服着て、ね、そしたらね、なんかナノのね、制服着てネジつけてるから、はい、ね、ネジついてるしみたいな。すっごい言われました ね、 ね、楽しかったね。ネジネジって言われて、うん、はい、あとあと、はい、あれなんですよ、遊園地、うん、ゆっこが、うんうん、そうそう財布をそうそう忘れてた、落としてしまった。そうそうそう、遊園地にも行ってきて、そう、私無表情で乗ってきたよ。ジェットコースターに2人で乗ってきたんですけど、無表情で乗ったらね、目が瞬きできないから涙が溢れるの。私は無表情でちょっと頑張ろうと思ったんですけど、本田さんのこと見たら泣いてるんですよ。ダメだったね。ドライアイ完全に。そんなね、2人でね、旅をね、そしてユーストをね、はい、配信させていただきましたけども、やってきましたね。はい、実はそれに続いてね、続いてね、こんな、うん、日常の一番くじのね、ウェブラジオをやらせていただくことになってね。つまりですね、今回はですね、は実はね、はい、今回、うん、私たちが商品になった、うん、一番くじ日常が、うん、バンプレストさんからなんとなんと12月上旬に発売させることが決定いたしました。パチパチパチ。なのちゃん、はい、今日はすごいかもね。本当。すみません、どうしちゃったんですかね。ちょっとそう、ごほ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 、12月上旬にね、はい、発売されるということで、はい、この発売をね、はい、記念して、うん、皆さんにね、はい、情報をお届けする番組となっておりますね。ます、はい、はい、ところで、あいおいさんは一番くじ引いたことありますか。一番くじだよね。はい、あー、引いたことがあるね。ありますか。よく引いちゃうね。あ、やっぱコンビニとかに行くと、うん、引いちゃいますか。引いちゃいますね。うん、そう、みんなやるよ。だって私とあれですもんね、本田さん遊んでる時もやってましたもんね。本田さんね、やってたね、うん、やったけどダメだったね。ダメでしたね、欲しいのがね。いや、でもね、外れないんですよね。そう、この一番くじのいいところは、うんうん、それが一番いい、うん、あ、外れだからないみたいなの。そうそうそう、はい、ダメですみたいなのないから、そうそうそう、うん、すごい助かりますよね。うん、ということで、このラジオを聴いている方々はもちろん知っていると思いますが、うんうん、一番くじについて簡単に説明いたします。はい、一番くじはコンビニエンスストア、ホビー店、書店などで1回税込み500円から引けるハズレがないキャラクターくじなんです。おー、うん、今回の一番くじ日常は1回税込み600円です。うんうん、目の前に商品が並んでおりますけれども、あいおいさん、どうですか。ドーン、ドーン。いや、これはすごいよね、圧巻だよね。いいですね、本当に。本当にまた並べているとね、あるよあるよ、あそこに見えてますね。行っちゃいますか。そうなんです、 A 賞はですね、なんと博士愛用のうさぎ枕なんです。かわいいですね。来たよ来たよ、すごい。そう、サイズ
とかも本物そっくりで、そうふわふわしてるね。この上で博士が ね寝てましたよね。なーのーはーいなーのー、はーい博士はーい、はーい、いやもふもふしてていいです ねそしてお次は、はい、B 賞は、キュンキャラになったナノちゃん。はい、ナノちゃん来たよ。この頭身がまたいいですね。ねえすごい。あ、見てよく見て、サメタオル持ってるよ。ナノちゃんがね、サメタオルを持ってるんですよ、うん、こちらもね後でちょっと紹介させていただこうと思うんですけど ねこの頭でっかちな感じがすごい可愛いですよね、うんうんうん、こちらが B 賞がこのキュンキャラなんですけれども、 C 賞が博士と坂本さん、はい、D 賞が阿雄さん、うん、E 賞が長野原さん、うん、F 賞が水上さんとなっておりますね。いいね。言い忘れました、うん、ごめんなさい。B 賞がゆっこ、これあ、奈々ちゃんでしたね。あれゆっこは D だよそうでしたね。そうだね、 C が博士で、私読んでましたね、うん、D 賞が阿雄さん、 D がゆっこだよ、はい、阿雄ゆっこだよそうでした。そう、これは全部集めたくなっちゃうね。そうですね、すごい。これはもうよく見て、はい、このあのキュンキャラの下の、うん、この台座、あ、このキャラクターが立ってる下の地面のところですね。この台座がね、ヒアシンスって書いてあるよ。そう、イラストとセリフが書いてあって、うん、こちらもね注目していただきたいですよね。 それぞれ違うからね。はい、ここもねチェックだね。キュンとしますよね。はい、それで続きまして G 賞がフェイスタオル、きたー、フェイスタオル。 H 賞が名場面グラス、愛称がラバーストラップとなっております、うん、よし、じゃあまずこっち G だね。 G のフェイスタオルから、ね、見てみましょうか。これがまた4種類あるんですけれども、うん、この使い方なんですけど、うん、まあ、私がぜひぜひおすすめしたいのは、うん、坂本さんのフェイスタオルがあるんですけど、これだね、顔の前に持ってきていただくとなんと誰でも坂本さんになれちゃうんですよね。はい、ということで今、ナノちゃんがやってくれています。はい、伝わっていますでしょうかこのラジオで伝わっていますでしょうかきっと伝わってる。すごいね。で、これなんかさっき話した、うん、あのキュンキャラの、うん、あのナノがね、私が持っているタオルが、うんうん、なんとこのフェイスタオルと一緒なんですよ。そうなの。そこでもね、しっかり宣伝。はい私はできる子です。できる子だね、ナノちゃん。はい、そうなんですよ。 あと、はい、次もね、なんかいろいろあるみたいですね。H 賞が、うん、名場面グラス。はい、すごいよこれ。一番の鳥はこれだねサミダレジョージ来ましたね。うん、アイオイさんが一番かっこいいと思って描いたイラストですね。そうだね、かっこいいですね。かっこいいね。はい、さすがジョージだねはい、なんかこれジュースでね、顔色とか変わりそうですよね。あ、牛乳だと白いとか、うん、そういうことだね。青汁とかどうですか。嫌だな、サミダレさんに。嫌だなジョージがかわいそうだよちょっと心配になっちゃいますね、うん、でも他にもね、うん、デザインおしゃれなグラスがいっぱいだよ。そうなんですよ、うん、そしてね、はい、ナノちゃん、うん、ラバーストラップが来たよ。わー、このラバーストラップはね、なんと裏側にね、はい、セリフがあるんだ。本当だ。そうなの、書いてある。名言が、ね、ちょっとこれやってみませんか。やろう。じゃあ、じゃあ、さん好きなキャラクターを、まず自分のこの、はい、ゆっこからいくよ。そうですね、まずはそこからいくよ。はい、セーフ見対して、そして、みおちゃんがアウトだよ。はい、あいおいさんですね、どちらも。あー、ダメだなんかこう、うん、アウトだよ。気持ちわかります。こう気持ちはダメだったよ。じゃあ私は、じゃあまずは私から。はい、しまった、飛びかれたナノちゃんだね。学校にね入ってきてね、あわあわしてるところのシーンですね。うん、はい、はい、どうしよう、何やる、どうしようかな。あ、じゃあちょっと、うん、
坂本さんやってみましょうかね。坂本さんだろ。そんな。なのちゃんそんなだったっけ。坂本さんやろ。無理だよ無理だよ。じゃあ高さんいきます。はい、坂本が落とせって言ったから。あーできない。でも坂本が落とせって言ったから。なか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 博士に近い。坂本が落とせって言ったから。難しいよ。昔よるやってみます。できない。やってみます。できない。もっと鼻なんだよ。今の皆さん分かりました？これね、やってみます。あんなかさんでした。全部やってみる。全部やってみる。だらしない格好。いない。今のはわかるよね。イナフ言ったからわかるよね。全部同じになっちゃう。違う第三者が入ってきちゃう。完全にちょっと顎が長い感じだよね。誰。難しいな。っていうのが。お、これはわかるんじゃないでしょうか。いつも汗いっぱいの人ですね。桜井先生ですね。では最後に、ヨシキリザメ。あ、わかりましたね。これはあのヨシキリザメ、まいちゃんですね。はい、こうやってね、みんなで集めて ね、遊ぶのもいいですよね。こうやってね、相性まで出てね、はい、見たけど、一番お気に入りとかありますか？私はですね、やっぱりフェイスタオルが個人的に欲しいですね。もちろん他のこのうさぎ枕とかもちろん欲しいんですけど、フェイスタオルをなんかこう家でいつもあの枕にタオルを敷いて私寝てるんですけど、そういうのに使ったりとか。それじゃあ坂本さんの顔つけたら坂本さんの顔の上で寝られるね。そうですね、思い存分ね、こうよだれタオルをしたりとかね。坂本さんにね、よだれほーい。だよ。その元の場所にね戻してくる感じね。はい、そしてあやみさんは。私はね、はい、キュンキャラだね。おあのサイズがすごいちょうどよくって、ゆっこはもちろんだけど、はい、博士の博士だにゃん、かわいいですね。博士だにゃん、もうなーのー、サメちゃんと買っちゃう。かわいいね。ね、まさにね、キュンとねさせてくれるようなね、キャラクターですよね。うん、それではここでですね、さらに一番くじには、ダブルチャンスキャンペーンというのがありまして。そうなの？そうなんですよ。あ、50名様にこちらの坂本さん顔面クッションが当たるんですね。来たよ、今坂本さんの。結構、あ、顔型クッションでした。今、顔面って言ったね、なのちゃんね。顔面クッションってなんか嫌だよ。顔型にしようよ。感じの余裕。いや、読み間違いというかもう失礼いたしました。あの顔型クッションが、はい、奈々ちゃんはいつも面白いね。こちらにねありますけれども、結構大きいですね、うん、そう、商品がねこれ当たった後もね、さらにねキャンペーンに応募できるということで、坂本さんが当たるんだよ、うん、いいですよね。今ねこれね、現物ここにあるけど、はい、大きいのこれ。そう、結構顔2つ分くらいありますかね。うん、こんなんで家にいられたら、すごいいい生地使ってるんだこれが。そうなんですよね。もしかしたら本物の坂本さんよりもサラサラしてるかもしれないですね。サラサラしている、サラサラしているね、ハズレもないのにさらにチャンスがあるとは。そうだよ、嬉しいですよね。ではこちらですね、視聴者の皆さん、番組の最後にもですねプレゼントがありますので、うん、最後までぜひ聞いてくださいね。バンプレストラジオ日常一番くじスペシャル、商品の紹介はもちろん、楽しいこといろいろやってるんだけど、はい、じゃん、なのちゃん、なのちゃん、聞いて、はいはいはい、プチコメって知ってる？はい、プチコメはですね、うん、あれですね、小さいお米、プチコメとか、あとちょっといろいろちょっと考えてみたんです。プチコメって何かなっていうのを考えてみて、あとなんかまあちょっとしたお化粧
あのプチコスメ、プチコスメだったりとか、プチコメディアンだったりとか、ありがとうなのちゃん、はい、ですかねって思ったんですけど違うよね。違いますか。バンプレストの公式モバイルサイト一番くじクラブから、はい、商品の感想や期待を書き込んだり読んだりできる承認制の掲示板なんだって。ほう。一番くじクラブの会員登録が必要なの。会員登録はなんと無料。そんなのがあるんですね。そうなんだよ。無料ですか。無料だよ。それはありがたい。商品発売前はみんなの期待感のコメントが多いし、発売後は何しろ当たりましたとか、うん、楽しさを共有して盛り上がってるんだよ。いや、いいですね。ねえ、すごい、なんか楽しいですね。ねえ、じゃあもちろん今回の一番くじ日常でもプチコメがあるっていうことでしょうか。もちろん。では一番くじ日常のプチコメを紹介するね。はい、私からいくよ。よろしいですか。はい、コムさんからいただきました。コムさん、コムさん、これ、はい、キョムさんかな、コムさんかな、わかんないけど、はい、絶対ユコゲットしてやろう。おー、ありがとう。まんまんじゃないですか。嬉しいね。はい、はい、じゃあ私もう一つ読んでみますね、うん、JD さんですかね、うん、ありがとうございます。ありがとう。牛、牛、牛ってなんだろう。あ、牛ってことですかね。牛ってことだ。牛 DVD だと思いました今。牛 DVD 借りてきたぜ。見ながら狙う賞を再確認します。気合い入れて見なければということです。あ、これ嬉しいです ね、見てから再確認してくれるんだよ、うん、すごいね。そうやってね、何回も見ていただきたいですね。うん、うん、そして私からりょうさんからいただきました。はい、ありがとうございます。名場面グラスのジョージがめちゃくちゃ欲しいです。来ましたね。私もめちゃくちゃ欲しいよ。なんか結構人気があるみたいですね、こうやってコメントを見させていただくと、ね、そうだね。ジョージはシュールでいいね。ちょっと軽くあのあいおいさん嫉妬が。そうだよ、ジョージに嫉妬、ね、ゆっこよりジョージのがちょっと人気だよ今。来てますね、軽く嫉妬だよ。来てますね。では私ももう一つ、うん、ミラクルンさんからいただきました、うん、来た、炎症うさぎ枕来た、来た、絶対欲しい、当たるまで引く、あとは近くの引きやすいコンビニで開催されることを祈るだけ。ギュッて持ってるだけで博士気分になれるね、最高じゃん、開発者ありがとうということです。おー、やっぱ炎症うさぎ枕は人気だね。これはもうそうでしょうね。もう待ち望んでましたよきっと皆さん、うん、もちろん私もです。博士もね、そう、欲しい欲しいと言っておられましたよ。うん、そしてね、事前に書かれて、はい、こんな商品が欲しいよっていうコメントもあったの。そうなんですよね、うん、このなんか商品をどうしようっていう決める前に、うん、いただいたコメントがあって、これいくつかちょっと紹介したいと思うんですけど、うん、なっほさん、なっほさん、 A 賞はきっと中野城くんだなって。なんでそう思ったんだろう。ちょっと待って。なんでそう思ったんだろう。これジェチョンさん、ジッチョンさん、ジッチョンさん、わかんないですね、ジッチョン、ギッチョンさんですかね。はい、A 賞にはぜひおぎを。ないですね。なんでですかね。なんで2人ともどうしたの。なんでですかね。まずそこかっていう。そっち行っちゃったよ。しかも中島城くんとおぎさんの何っていう。わからないよ。いや、チョイスが素晴らしいです ね。あ、でもね、当たってる方もいらっしゃるんですよ。お、あのポヒーさんという方がですね、うん、あの B 賞がナノちゃんだとしてって、お、もう当たった、当たっちゃってるんですよ。キュンキャラの B 賞はナノちゃんだよ。そう、ナノちゃんなんですよ。で、まあ A 賞は桜井先生、高橋幸先生の私服で、うん、グッドイナフポーズか笹原先輩と立花さんのセットか、うんうん、ヤギに乗った笹原先輩がいいなということでしたね。なるほどね。本人っていうこと、なんかフィギュアとかっていうことですかね。うん、うんうん、そしてまたこちらのコメントにですね、はい、そうそうそう、私たちもね、プチコメをね、はい、書き込むからね。そうなんですよ、書かせていただくので、みんなもぜひぜひ、はい、ガリ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 、そうですね、書いてみてください。はい、探してみてね。うん、それではクイズコーナー。いや、なんか始まりましたね、クイズコーナー、ね、まさかクイズコーナーがあるとは。はい、ということはこれは何か商品がもらえちゃう。はい、あるみたいなんですね。実はこちら買った方は A 賞のうさぎ枕がいただけるということで。嘘、本当？
わがぜんやる気が A 賞のうさぎ枕もらっちゃうの。おー、いやーやばいですね、絶対欲しい。頑張ろう。頑張りますよ、負けない。負けないよ、これは負けられない。はい、くじ引きですね。ガシャ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 、いっぱい紙入ってます、うん、それでは私からいく。はい、お願いします。これは引いた人が問題を出すんだね。そうみたいですね。行くよ、お願いします。はい、魚編に交わると書いて何と読むでしょう。え、魚編に、魚編に交わると書いて、見たことある、見たことあるね、これ見たことある。ちょっと待ってくださいね。え、ちょっとどうしよう、これなんだっけ。あ、え、ちょっとこれヒントだよ。ヒントあるんですか。君ならできるよ。私これわかるかも、うん、じゃあそのまま行って。待って待って、ヒントも欲しい。いや、ヒントいらない。ヒントも、え、ナノちゃんならヒントはいらないよ。いいですか。行け。サメ、正解。やったやったおめでとう。あ、でもダメじゃん。そうそう、これこれね、そう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 、これね、あの勝った方はね、ウサギ枕がもらえるってことになってるんですよ。そう、なんでヒントがこんなして同じ。違う、そうだ、これね、勝った人はウサギ枕もらえて、負けた人は何ももらえないんで。なのが、ふるやが1ポイント、うん、やっちゃったよ、イエーイ。じゃあ、私も引いてみますね。だらららららてってー、嘘、これなんかやっちゃったよ。いいですか、いいですか、どうぞ。じゃあ、え、なにこれ、どういうこと。ゆっこ役の声優、はい、本田真理子が今、一番欲しいものは。え、自転車。自転車、自転車ですか。ファイナルアンサーですか。ファイナルアンサーです。どうしよう。三角。なんで三角ですね、これは。どういうこと。これはあのこれ答え読んでいいんですかね。あ、わかった、わかった、わかった、うさぎ枕。正解でしょ。え、これ今のありですか。いや、正解でしょう。入りましたね。そう、あの、その場の判断でっていうことでした。いや、怖い、こういうのもあんの。怖いよ、次行くよ。いや、難しいやつ来ますように。絶対欲しいもん、うさぎ枕、はい、よ。頭切れた。切らしました、本田さんが問題切らしました。問題を切りました。はい、行きます。二択クイズ。二択クイズ、はい。囲碁サッカー部部長、はい、大工健三郎には妹がいる、はい、丸か×か。嘘でしょ。嘘。あ、難しいこれ。え、答え出てるんですか。答えは、発売中原作8巻を読んでみましょう。嘘。嘘。あれ、ちょっと待って待って。ということは、それはいる丸ということでよろしいでしょうか。よろしいですか。よろしいですか。正解。じゃあ私が2ポイント入りました。はい。ではでは。これ全然どうしたら、どうしたら古谷を任せられるの。聞いてみますね。お、現在の日本の総理大臣の名前をフルネームでお答えください。フルネーム。フルネーム。ちょっとこれ私わかんないですね。野田さんなのはわかるんだけど。野田、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 野田。ダメ。野田。ダメですね。野田。健一。誰誰ぶってこちらですね、野田佳彦さんでございました。佳彦だったの。あ、え、佳彦だったんだ。わかりました。あ、すごい、勇者だよ。勇者佳彦だよ。そうだそうだ、惜しかった。そうですよね。じゃあ次私がですね、はい、いやなんだ、このままだ、最後とは限らないですよ。そうだね、うん、まだあるかもね。ガサガサ行くよ。ちょっとこういうのはな、はい、いきます。はい。日本国憲法に定められている国民の三大義務とは何でしょうか。はぁ、三大義務なので3つあります、はい、マジですか。ちょっと待って、もう一回問題。国民の権利ですか。日本国憲法に定められている国民の三大義務です。義務、すっごいわか、お、大きく考えてごらん。義務、大きく考えてごらん。その義務だけ、義務だけ
義務、どうしましょうかね。私たちがやってる、やっていること、必ずこう息を吸ったら吐く。義務じゃない。そう、生きてる。ちょっと待って。義務教育を設定しよう。しっかり義務。教育を受ける義務。と？あ、そっか、3つ。なんだろう。もうヒントは出せないぞ。頑張れ。まあ義務教育をこう果たした後は、よかったら高校に行って、こうよかったら大学に行こうっていう、この自由権自由憲法と言いますか、この自由な権利が与えられるんですね、これ。なのじゃあもうこれは国民の自由。自由は義務じゃないよ。もうわかりません。残念、ブーブー。いきます。納税の義務、はい、あ、納めてるでしょ税金、はいはい、教育の義務、ここ正解だね。正解。勤労の義務、あー、あったような気がしますね。労働していただきたい。残念でした。ということで本田さん、ちなみに分かりました今の3つ。あのね、でも勤労の義務がちょっと出てこないかも。納税と教育は出てこない。じゃあ今5問やったんですね、うんうん、あ、次は私が答えですね。じゃあ私が言いますね。うん、わ、ですね、記念すべきバンプレストの一番くじ第1号となったキャラクターは何でしょう。第1回目。でも分かりますよ、本田さんももちろん分かりますし、私ももちろん知っているので。それキャラクターだから結構有名なキャラクターってことですよね。つまりそれは分かるんですけど、バンプレスト。ちょっと待ってください。一番最初ですからね、第1号ですからね。一番最初に、うん、ポックンってなんですか。ちょっと待って、これはつまりだな、はい、つまりですね、はい、うさぎさんがかかってる。分かりやすいやつ、分かりやすいやつだよな。あ、なんか、でも、はい、わかんないですけど、はい、もっと前な気がするけど、はい、もっと前にありそうな気がするけど、はい、エヴァ。ブッブー、違うねー。正解はウルトラマンでした。うわー、だってそんな言う、ウルトラマンだよー。2対1はい、ということでですね、楽しかったですね。楽しかったですね。すごく楽しかったですね。はい、はい、すごく盛り上がってきましたね。そうですね、ちょっとあのですね、盛り上がりすぎて、あのね、皆さんがね、一番くじのことをね、忘れつつあるので、ここで各ラインナップのおさらいをしましょうか。はい。では、いきますね。炎症、私がいただきましたうさぎ枕。B 賞、シノノメナのキュンキャラ。 C 賞、博士&坂本さんキュンキャラ。 D 賞、相生優子キュンキャラ。 E 賞、長野原美代キュンキャラ。 F 賞、水上舞キュンキャラ。 G 賞、フェイスタオル。 H 賞、名場面グラス。愛称ラバーストラップ。そしてダブルチャンスキャンペーン、坂本さん顔型クッションです。はい、はい、すごいですね。改めてこうやって、ね、読んでね、読み上げていくと、うん、そうだね、ね、数だし、うん、このバラエティに富んだね、うん、このうさぎ枕だ、ね、うさぎ枕ね。バラエティに富んだうさぎ枕ね。そうですね、なのちゃん、よかったね、うさぎ枕。嬉しいです。帰ったら博士に ね、 ね、はい、新しいの買ってきましたよみたいな感じでもらってきましたよ。でも使うのはなのちゃんだよね。はい、古谷が。なのちゃんというか古谷だよね。古谷が使わせていただきます。それでですね、冒頭でお話しした通り、うん、プレゼントのコーナーに行きましょうか。はい、
一番くじ日常より A 賞から愛称をセットにして、ん、これ全セットを1名様に、はい、そしてホンダ古谷のサイン入り色紙を5名様に、そしてですね、はい、こちらがですね、こんな豪華でいいの？いいの？さらにさらに日常のね、Eテレ版のディレクターズカット版の DVD ボックスがですね、7名様にこちら11月30日金曜日発売なんですけれども、うんうん、プレゼントということは計7名様にピエーピエー豪華プレゼントだよ。これはこれは全部ですか？いいんですか？これはこの全セットとかもらっちゃっていいんですか？アウト、これはアウトではない。でも私たちはもらえない。あ、まあでもやりますしね、私たちも、もちろんね、一番こっちで撮ってやんよ。めっちゃ豪華じゃないですか。うん、ありがたいですね。ではでは、こちらでプレゼントの応募方法を、あいおいさん、先ほどゲームにね負けてしまったということでお願いできますでしょうか？悔しくなんてないんだよ。噛まないで。今皆さんが視聴しているこの番組上に二次元コードが出てきます。出てきますかね？はい、お、出てきたかな？お、出たかな？はい、出ました。この二次元コードを携帯電話やスマートフォンで読み取りアクセスしてください。メールが立ち上がりますので、空メールを送信してください。その後 URL が記載されたメールが返信されます。そして URL にアクセスして ID を入力すると応募できます。その ID はアルファベット小文字で NCWR-2411-7489。 繰り返します。はい、 NCWR-2411-7489。 うん、 ID は画面上にも出ています。はい、間違えないように応募してくださいね。そうでした、かまなかったよ。で、ね、でも読むとこ間違えてましたよ、あいおいさん。どういうこと？最初ですね、今皆さんが視聴しているこの番組上にって言いませんでした？最初この番組も画面みたいなものだよね。そうですね。嘘。いやー、まあそういうところが好きですよ、あいおいさんの。なんでその、なん、その目はやめて。しばらくやめて。いや、さすがですね。こういうところやめて。やってくれますね。やったつもりはないからね。必死で戦ってるんだよ、生きるために。いつも何かと戦っている。はい、はい、ではそろそろバンプレストラジオ日常一番くじスペシャル終わりの時間が近づいてきました。どうでしたか、あいおいさん？すごいね、一番くじの秘密をいっぱい知れたよ。そうです ね、 ね、いや本当にどれも可愛くてね。そう、この情報を手に入れてみんなコンビニに行こうだよ。そうですね、駆けつけちゃいなさいよ。もう引いちゃうよ、引きまくっちゃうよ。そうですね、で皆さんもね、自分がいいな、欲しいなって思ったものをねもらえるようにね、頑張ってくださいよ。みんなこっちで祈ってるから、私たちも頑張るから、ね、はい、もうあいおいさんは相当祈ってくれますよ、きっと。あのね、まず自分のために祈るけど、今ね、一番みんなのね気持ちを分かってくれるのが。そうだよ、本当だよ。そうだと思いますよ。はい、ということで、うん、みんな一番くじ日常12月上旬発売だよ、よろしくね。はい、一番くじはコンビニエンスストア、ホビーショップ、文京堂、ナムコなどで発売されます。皆さんぜひぜひよろしくお願いします。それでは